こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021、ライブ配信始めていきましょう。ということで、2013年3月4週からのスタートです。出産とか、ありますね。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォローお願いします。また、よろしければ、YouTube でアーカイブ、アップロードしてますので、ぜひ、YouTube のアカウントフォローお願いいたします。X、旧 TwitterX のアカウントフォローもぜひお願いします。ということで、では始めていきますか。今回は、3月4週は何があったっけ。ですね、検温が海外ジーマン6勝って、これはもうちょっとだ、完全にまだ8勝金札までは行ってないんだよな。で、ジェンティル女、これリーチじゃないかな、金札。前走 G1 勝っております。当選冗談、そう、当選冗談が出てまいりますね。変身フラッシュとローズキングダムと、で、スプリングステークス絆かに天の子玉でしょうが挑むっていう感じですね。クラブ番多いんですけどね、行ってみましょう。いきなりか。はい、ということで、タンクレットステークス、ジェンティルオンナ、タンクレットステークス、ジェンティルオンナ出走一番人気。投手もまあまあです。平均は130、他120を超えるまま、ないといった状況です。作戦行ってみますか。まあ、差し馬4頭しかいないので届くんじゃないでしょうか。レース行きましょう。ローズヒルガーデンズ競馬場 G1 タンクレットステークス芝 2400m です。こちらオーストラリアのローズヒルガーデンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。フライトカール、ね、前に行きそうです。ジュリエコーン、それに続いています。さらにはセイントリービッド、10番サムバディブニング、その後ろフライトファーロー先手を取りました。その後ろからはファーストレード、緑の帽子アッチタビュレーター、その後ろテイクアデザート、
すぐ後ろ並んで5番後方から2投目というあたりですよね。その隣にフォーカサスガラーシャ、その外にオラトールコンバット並んで14番ナバルサリア、すぐ後ろにオールデンマイダーリング並んで3番カーズシャープジェンティルドンナ、後ろからになりました。最後方にカーペンターオーラが各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。古豪セイントリービッド一気に先頭に立ちました。並んで10番サムバディブニング、すぐ後ろにフライトファーローウィングジョイ、それに続きます。その外からフェイクアデザート並んで8番。さあまだ後ろから2投目ですね。この馬が結構後ろに行っちゃってるような、600m ほとんど差がありません。フライトファーロー3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあコースここから仕掛けられるか。上がってきた。ここから勝負をかける。先頭に躍り出ましたね。ジェンティルドンナ2馬身から3馬身引き離す。内で食い下がるセイントリービット。もうついてこれません。どの馬も大きく引き離しました。ちぎりました。2番手はウィングジョイ、ジェンティルドンナ。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はウィングジョイ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、しっかり1着取ってました。これで金札じゃないかな。7連勝勢いに乗ってますね。あ、海外これだけなんだ。カレンブラックヒル、フラワーカップ、凱旋テヘペロ、凱旋ゆるゆりの2頭、クラブ馬が出走です。ストライプ2系、プリンセスジャックなのか。テヘペロは4番人気、まあチャンスがあるかどうかですね。まあ中山なんで直線短いんで、かわせるかも、粘り込めるかもしれません。行ってみますか。では、行きましょう。中山3歳牝馬限定 G3、フラワーカップ芝 1800m です。ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。イエスストライク先頭、残り 200m を通過してアヤミフロード追い上げてきた。アヤミフロード先頭、外から一気にストライプ家に並んでゴールイン。1、2着争いは接戦になりました。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。こっちは馬は関係ないんで、これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。アミフロードの押し切りですね。ストライプ立件わずかに、届きませんでした。さあ次です。若葉ステークスですね。アマノアンドロイド出走、こちらは、アンドロイドダメだ。9番人気だ。まだまだだな。まあ一勝クラス勝ったばっかりだから、まだ無理でしょうね。サトーノブレスが出てくるのか。宮地タイガーも知ってる有名な馬だな。ね、ノーカバスとか。まあ先行策取るから、前に行く馬少ないから、その意味では、チャンスがあるかもしれませんが、どうなりますか。はい、では行ってみましょう。阪神、3歳限定 G1
若葉ステークス芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、アマノアンドロイド先頭、内からレッドレイブン先頭、残り 200m レッドレイブン意地を見せる、レッドレイブン先頭、アマノアンドロイドレッドレイブン、レッドレイブン1着、2着にはどうやらアマノアンドロイド、3着に里の残りです。レッドレイブン見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。まあよく頑張りましたね。アンドロイド2着、ツアーレベルもアップです。精神面が弱、輸送するな、いや、いいです。これ、サツキショートライアルでしたね、オープン特別ながら。さあ、ファルコンステークス、これ3歳の比較的短距離戦なんで、NHK マイルを目指す馬のためのレースです。ここに方の頑張ろうが登場しております。1番人気ミラコサージュセールアラウンドが人気ですが、高さの上でみんな20万ですね。高さはリラコサージュだが、オリーブバンクルっていうのも追い込みなのは不安定ですが、ダイジェストでいきましょう。中京3歳、G3 中一スポーツ賞ファルコンステークス芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レーシントップ先頭、外から肩の頑張ろう、レーシントップ先頭、残り 200m 先頭は変わって肩の頑張ろう、2番手はリラコサージュ、肩の頑張ろう、この馬で決まりか、肩の頑張ろう、1着肩の頑張ろう、完勝、2着はオリーブバンクル、肩の頑張ろう、見事1番人気に応えました。やってくれましたね。あ、これはもう NHK 前に行かせるしかないんじゃないでしょうか。思ったより確かに、力強い感じを持ってますね。さあ、まあ3歳のトライアルレースは続きます。次はスプリングステークス、天の子玉に賞が出てきます。一番人気は絆ですね。そして、天の子玉に賞が2番人気で、3番人気にクラブは凱旋リア充となっております。なんか割れてますが、やっぱり本心も含めて絆かな。先方選べます。はい、行ってみますか。じゃあこれでいきましょう。ダイジェストいきましょう。中山 G2 フジテレビ賞スプリングステークス関西限定芝 1800m サツキショートライアルです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。絆先頭、絆残り 200m を通過して、先頭は絆、2番手は天の子玉でしょう。絆先頭、絆先頭だ、先頭は絆、1着でゴール、2着は天の子玉でしょう。絆見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。いや、ちょっとやっぱり厳しいね。ちぐった馬場を味方にできる馬ってなってますね。そして、続いては、阪神大賞典畑の山がある出走だが、山がある3番人気当選上段トゥンザグローリー、いずれもクラブ馬が 1、2番人気を占めて、この2頭で20丸丸を分け合っております。なのでちょっとこの辺山があるは厳しいんじゃないかな。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 阪神大賞典芝 3000m 長丁場、畑の山があるは出走です。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。トゥーザグローリー先頭、フラグは2コーナーでもなんか待っていて、ここで先頭変わって高線上段、高線上 段力強い伸び足、後続はまだ後方です。当選上段、今ゴールインました、ね、段違いの強さです。2着は片野山がある、3着に着、ね、コスモヘレノス、まずは前哨戦を制しました。当選上段、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。トゥーザグローリーは4着か。おっと、秋山さん、え、むごいな。和田龍二かなだったんだ、もともと。これって変えることでメリットあんのかな、最初からなんかある程度慣れてたりとか。モニタリの能力あったら力発揮するとかかな。今のテルマエロ。さあ、ドバイは4レースか。他、コバロリッキーがフロリアダービーに出走。いよいよ、コバロリッキーの物語、今年の物語が動き出すって感じですね。そして、金札確定したカレンちゃんがアルコーツスプリント。年いっぱいかな、カレンちゃん。どうなんだ？引退示唆は出てないから、まだ、走れそうだな。ミネーブルが、ドバイシーマ。山のアリエッティが、最初ですか。ポイントは、海外エースについてはいいですね、天野アリエッティ。なので最近すごく天野アリエッティ調子いいです。複製なんでそんなに優先させるべきじゃない。そしてドバイワールドカップに天野つぼみが出走となります。なんかここに来てすごく走れるようになってきましたね。育成は、不意適性かな、不意適性でいいですね。あ、ちょっとやっぱりドバイワールドカップ、ゲームオンデュードとかワイズダンとかアニマルキングダムいるんで、厳しいとは思いますけどね。やってみましょう。あれ？スプリンターズステークス誰も出てない。しまった。やられた。自慢集結竜王、竜王、あ、誰か出てあげたらよかったな。出るべき馬いたんじゃないか。失敗したかも。これは旧山さん、銀札は14個持ってます。全部渡していいと思います。お、森村調教師、え、いや、あー、どうなんだ。4週間かけて調子を大きく上げるなんてあんまり意味ないですよね。失敗機能は春天とか菊花賞向けですね。一応一個だけ持っとくといいかもしれない。まあ、ジェンティルの内容じゃないのかな。他の長距離馬用だと思う。まあ、だよな。天のつぼみではな。悪くはないんですよ。悪くはないんだけどな。候補の一角、3番手ですの評価です。山のつぼみは、そして出すことができなかった高松宮記念。日経賞は天のトゥルースが出走いたします。
敗したな、宮杯、宮記念は、大津宮記念は。あ、とりあえず、あ、でも3頭結局みんな出さないといけないのかな。クラゲも含めて、いや、クラゲはやめとこう。クラゲは無理。もう勝負、丸森やトレブラの勝負付け済んでるな。鹿の重視、基盤があれば、高いけど、みんなダートなんだよな。でも寿命がちょっと問題だよな。基本的にマイルバンか。これは何？マイルバンの戦後に。あ、勝ってもなんか、先生馬に負けちゃう感じですよね。こんなの、でも意味ないよね。アニシナの頭皮がまだ何も出てないんで、アーリントンとかあるよな。アーリントンもあるか。宮自体がいますね、アーリントンに。アゲポヨって出ないんだ。あー、なるほどな。まあ、ここは重賞取ってるし、ちょっとやっぱり、この、これ、待つっていう状況ですね。これ、この前宝塚勝った、なんていう馬だっけ？あれも、実は3歳の6月にようやく未勝利勝ったばっかり、勝った馬で、で、それ後も条件戦がずっと長く続きして、前年の、前年って4歳かな？今5歳だったと思うから、ちょっとまず馬名を出さないといかんよな。宝塚記念。宝塚記念で、ブローザホーンっていう馬だ。これ、道悪校舎でもあるみたいですね。なるほど。ジョッキーも菅原っていうのは23歳なのか。はいはい。え、すごいな。なんか、いろいろ。6月、3歳6月で、これ、北海道までもつれ込んだんですよね。結構、ね、まさかっていう感じですよね。水かけがついてる、馬力型じゃないかな、水かけがついてるんじゃないかな、重ババで。っていう感じはしますよね。一方、ドゥデュフスには、単純に重ババなのかな、わからんな。重ババが影響したのかな。420キロって、だって、でもさ、420キロ言うけど、なんだっけ。ちっちゃい、最後ドバイシーマークラシックを武豊に取った馬、いたじゃないですか。あの2着がずーっと続いて、それが初の G1 だったっていう。
なんで名前出てこないんだ、めちゃくちゃ有名な、ゴールドじゃなく、ゴールドシップじゃなくて、ドバイ、お、ドバイシーマ、ドバイシーマ。そう、ステイゴールドだ。すごいな、ステイゴールドごし、ステイゴールド初だったんですよね。それからハーツクライ、ジェンティル女も、今2013年だけど、翌年に勝ってるんだ。あと、シャフリアール、イクノイックスと勝ってるんだな。去年イクノイックスだったんですよね。イクノイックスなんか G1 6連勝なのかな。まだ現役だよな。現役だっけ？あ、引退したのか、イクノイックス。イクノイックスは確かに、すごい馬だよな。2000万ってすごいな。だってさ、1,2,3,4,5 10戦しかやってなくて、で、天皇賞、2022年の天皇賞秋以降は G1 6連勝だからな。で、天皇賞秋は、連覇してますからね。特に2年目のタイム異常だよな。レーティング135って。サンブラックサンク、イクノイクスもすごい。ということで、まあ、ちっちゃい馬でも、全然ゴール、いけるんで、さっき小さい馬だから掃除区馬とも全然思わないしな。まあ、ライスも比較的掃除区気味だったと。思うものも、まあ、別の理由ありそうだしな。やっぱりうまく、岡田さん自体が、まあ、なんていうか、あんまりクラシック使わずに、消耗を抑えようっていうタイプだな。それがやっぱり、功を奏した感じがありますね。いやー、なんか個人的にはすごい嬉しい勝利でしたね。さて、何雑談ばっかりしてるのかな。あげぽよはどこに行くんだ、スイートピーだな。パパのリッキーが今週出走で、で、衣装組はどうするかな。衣装付け住んでるからあんまり出したくないな、この馬でしょう。ただな、距離がどれも通用するからな。これ、変える？最強馬作る？ちょっと心的な現象じゃなかったね。スピードが C しかないんですよね。ただ健康が E だ。
ていただけない。健康にしましょう。精神力も足りないんだよな、全部ダメだな。頑張ろうはファルコンステークス買ったけど、ここじゃないよな、出すのは。NHK マイルで、ね、行きます。このまま。次はもう NHK マイルでいいと思います。なかなか強いレース見せてくれましたね。ファルコンステークスでは。なので。NHK マイルで、石放牧です。そしてタニタがこれも出ない。まあちょっと距離があれだから青葉ステークスに行く。アンドロイドも厳しいだろうな。まあでも頑張ってはいるんだけどな。チャンスがあるとしたらもう皐月賞しかなく、 NHK マイルカップの方がいいような気がする。この馬もただちょっと足りない。この馬はあ、ダートもいけるんだ。この馬ダートのレース出てもいいか。ちなみに弱そうなステージダービーってどうなんですか。私でいいか。これは BC ジムナイル取ってる馬だからですよね。これコパロリッキーが出る。ケンタッキーダービーは何が出るかわかんないかな。コパロリッキー、できればコパロリッキー出したいと思うんですよね。あと、イギリス2000ギリーとかフランス2000ギリーか、あるとしたら、ちょっと及ばないかな、この馬じゃ。まあ、馬制なんで、あ、なんか、状況更新は、やっぱりでもスピードだと思うんですよね。健康値わからんけど、スピード鍛えに行きましょう。で、チデジカが、なかなかいい勝ち方だっけ？わからんけど、まあ、距離適正の長さはすごい魅力ですよね。瞬発力は分かってるから、他の数値がどういう開き方をするか、じゃないでしょうか。で、AKB が、なんだこれ。あ、これダメだったから来週、クイーンオブザターンか。そんなに AKB 長く走れなさそうだからな。そしてアリエッティですね。アリエッティはドバイターン。まだ3勝なんだ。ん？ダート？いや、ダートはないだろう。まあ、このヘビロテ出しても知らないからな。マイガールなのか、まあ、マイガール出すか分かんないけどな。距離が足りない。シンガルステークスとかあるけどな。ひとまず一周放牧をして、それから月曜杯の方に出てもいいんじゃないかな。ちょっとしっかり。いや、これで出なくていいんじゃないの？まあでもチャンスではあるんだけどな。ね、ただ調子なんですよね。いや、休ませて。あ、マイラーズこんなに出てんだ、馬が。1008いけますよね。まあ、1008の方が
ユリアがマイガールがここにいるから、ダートはダメ。あとここぐらいか、まあ、ここ出しましょう。新潟凱旋 FM 潰して、でドラッカーですよね。なんかオープン特別で再起を図るって感じか。四方向くした方がいいな。ゴルシが天皇賞春なんで、ここ放牧して立て直すって感じ。あと3勝か。まあ覚醒なんで焦る必要はないです。いつ引退だっけな、ゴルシ。でもゴルシ結構現役時代長かったと思うから、まだまだですね。で育年が、じわじわ覚えさせたいって感じだな。大阪杯にリザルが出走するけど大丈夫かな。他に大阪杯出るのはキッズか。中間記念を取っておりますが、まだ G1 取ってないんで、1頭だけで大阪杯移動せるのはちょっと不安ですよね。複数頭出しをしたい。ケオンはリーチがかかってます。万能を取ることで金が決まります。いつも出るんだ。まあメオコがスピードの勝負根性がないで、阪神ヒンバステークスか。で、マイガールが福島ヒンバステークスだが、ちょっとローって。やっぱ、コーチこいつ C か。もうちょっと間隔空けてもいいんじゃないの？福井は ?2000。結局、ここら辺なんですよね。この賞金は？オープンドック。ところに出れますね。ここでも全然いいしな。宮古寺ステークスに出しましょう。彼はそんなたまってないんで、一周放牧でいい。マイガールがあって、オルフェがドバイシーマで、ツイッターがマイラーズカップで、インサイトがアンタレス。ちょっと調子が上がらない。2勝か。学生なんでまだまだ走れます。で、カレンちゃんがついに金札獲得しました、宣言。この勢いを持って歩こうぜと挑みます。そして、アイテムはダブルアウトターン。なんだこれ、調子悪いな。やっぱり、ステファニーズ・キフンもいた、キトゥもいたし、厳しかったな。で、そばにいるのはビクトリア・マイルに挑む。1600なんで距離も十分。ああ、でも、G1 取ってからな。そんな前。他に出る馬がいたら譲りたいかな。まあ、今のところいないんで。まず。出しましょう。トゥルース、これちょっとトゥルースは調子落ちるから、報告がいる。いるけど、
ちも分かってると思うから、アラフォーはもったいない。アラフォーって字は取ってないのか、まだブルーレイが、あ、ブルーレイがいるのか。大阪杯は半島出しなんですよね。あるの、どれか取ってくれたらいいな。できればブルーレイが取ってくれると嬉しいなというところです。ブルーレイも全然勝ててないからな。なので得意ない G1 なら取れるでしょう。で、ブルーレイこの後、まあ当然宝塚ですよね。で、ブラックキャビア、ブラックキャビアを戻した方が良かったな。ラキスタ、ラキスタも比較的、高松大宮記念でも良かったんじゃないか。まあどっちかというとダートだからな、それでいいのか。ニコニコ、まだ止まってるニコニコがザガロ、海外 G1 です、海外重賞ですよね。あれ、レッドシータウン取ったり、なんで、ああ、キクリンさんか。つぼみは、ちょっと無謀だろうけど、ドバイはあるのかって。なんかちょっと疲れ心配ですね。ここは、西ぐらい放牧してやるか。で、エミループが、マディーンカップ。今限定のダートがあったらいいかな。いや、ちょっと待ってね。もう、まあ、マネーカップ本当にいいんですか？書いてあるのか。距離は1400でもいけるから。こいつ何者？あ、でも強い。マイレスオーレンが強い。これはまともに勝負しても勝てるとは思わん。この辺だよな、スマイリングタイガーとか。あとはここのダート戦か。ナピス、こっちは出ちゃってるので。まあ、でもこっちはこいつが強いだろうな。まあ、こっちの方がメンバー軽いですから。出してみましょう。伸ばしたいですね。いや、まず海外行ってみましょう。フロリアダービー、エッパのリッキー出走ですね。一番人気です。なんせ、G1 3連勝だったからな。とはいえ、意外と、レーティングは低い。まあ、でも、いってる相手じゃないかな。早く、決めてあげたいですね。金札。レース行きましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G1 フロリアダービーダート 1800m です。こちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ジャイアントアーモンド、コースタート、アルベルオーディエンス。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアルベルオーディエンス花に立ちます。その後ろからはジャイアントアーモンド、この馬も上がっていく構えです。さらにはコパノリッキー、9番ウェルネーム、その後ろアルベルオーディエンス先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。少し離れてケンタッキーフィーナー続いています。その外にタームイースファハン、ヘイリーシーフ、すぐ後ろその外からエピトームラブウェイ、内からはスキュタイプレセリ、その外にハイタニアデライト、その隣にシーフショード、ザガーデンビゴーン、この馬もこのグループ。すぐ後ろにストリーミングマイラル、最後方にパッドアビシニア、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでコパノリッキー先頭に変わりました。アルベルオーディエンスほとんど差がありません。間を挟んでケンタッキーフィーナー3番手。さあコパノリッキーこのまま逃げ切れるでしょうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 日米王者の争いだ。コパノリッキー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。コパノリッキー強い強い。コパノリッキー圧勝ゴールイン。2着はスキュタイプレセリ、3着にトリーニングマイラブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキーまさしく日本が世界に誇れる馬です。しっかり、前出る競馬で押し切りまして G1 5連勝です。さあ、続いてはアルコーツスプリント、カレンちゃん出走です。1番人気カレンちゃん、レーティング132です。マーレクが強いね。まあこの中で言えば脅威ですね。マーレクは2番人気はゴードンロードパイロン、まあソサイティロックもいるけどどうかな。ゴードンロードパイロンってどのくらいのレーティングだっけ。まあ、115悪くはないですよね。先行先行だから有利でしょう。レースです。名南競馬場 G1 アルコーツスプリント芝 1200m 電撃戦です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。花を切ったのはカレンちゃん、続いてアップルクレイジア、この馬も前へ。さらにはオーメリックフェンス、古豪キャロルズインク、その後ろカレンちゃん先手を取りました。これに続くのがマルオニポットフィット、その外にソサエティロック、内からはゴードンロードバイロン、プレシャスウィングズ、そのうちに続いています。その外からジョートンバ、前はカレンチャー、オーメリックフェンス、ほとんど差がありません。マルオニホットフット3番手。さあカレンチャー追い出す。逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。どうだ。さあ先頭はゴードンロードバイロン、カレンチャー2番手。残り 200m を通過して後続をちょっとダメだな。引き離しました。2番手はソサエティロック、とてつもない強さ、ゴードンロードバイロン今ゴールイン。段違いの強さです。2着はソサエティロック、3着にダビルシム、勝ったのはゴードンロードバイロン、見事な勝利です。なんでだ、4着に敗れました。ちょっと言ったか、見せとくべきだったかな。
さ、ドバイシーマクラシックオンテーブル出走、2番人気なんだ、1番人気セントニコラスアビー127、プリンスビジョッコ124、すごいな。シリスデゼーグルもいるやん。ブルーキティとか相当のメンバーですよね。特にやっぱりセントニコラスアビやシュリス・デゼーグルが怖いとこですね。まあ、まあ、このレースはちょっとレースで行ってみます。ただね、でも2連馬3頭いるから、追い込みでも面白そうです。レース行ってみましょう。メーラン競馬場 G1 ドバイシーマクラシック、芝2400メートルです。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バーターイヤーズ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバーターイヤーズ鼻に立ちます。その後ろからはノーブルミッション、この馬も上がっていく構えです。アルバニーインタレスト後方から、では前の方からこの辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。ノーブルミッション先手を取りました。その後ろからはニュートリノオース、その外からリトルマイク、内からはシュリスデゼーグル、オレンジの帽子、プラントゥール、その後ろ、すぐ後ろにキャメロンリベイユ、バーターイヤーズ、それに続いています。その外にインホットラグナス、その後ろにオーティアスブレイブ、その後ろにビッグブルーキトゥン、オーティアイアン、そのうちに続いています。並んで3番プリンスビショップ、これに続いてステディサージュ、オルフェーブル、後ろから1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。セントニコラスアビー、すぐ後ろ最後方にアルバニーインタレスト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでリトルマイク先頭に変わりました。ノーブルミッションほとんど差がありません。14番オルフェーブル、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はリトルマイク、シュリスデゼーグル、続いています。なんでノーブルミッション、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと400メートル、長い直線、ここからどうか。ここで先頭はシュリスデゼーグル、さあリトルマイク一気に来た、残り200メートル、シュリスデゼーグル意地を見せる。プラントゥール必死に追う、一気にビッグブルーキトゥン、シュリスデゼーグル先頭だ。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。シュリスデゼーグル、ビッグブルーキトゥン、わずかにビッグブルーキトゥン体勢有利ですね。6番にオルフェーブラー7着に惨敗です。シュリスデゼーグル止まったことは止まったんですけどね。ドバイタッフ、アマノアリエッティ出走、1番人気。122か。あ、パーがいるやん。ザ・ピッタマンもいる。オビアスリーもいますね。結構、まあ、メンバー強いな。
アリエッティもどんどん上昇しています。頑張りましょう。レースです。名団競馬場 G1 ドバイターン芝 1800m。 こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プレミエールドゥ好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくプレミエールドゥ行きました。続いて前へ行くのはオビアスリー、さらにはムーンウェーブ、12番ジャッジスピップニス、その後ろオビアスリー先手を取りました。これに続いてパー、内からはサッジャー、並んで古豪ベルオラトール、その外にサブシンキングスペシャルランサム、そのうちに続いています。その隣にバウンダリーナイル、アマノアリエッティ、後ろから緑の帽子ザ・ピッツァマン、その後ろ、その横にプリマカルタ、内からはハワイアンマッチャー、その外からパリッシュホール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はプレミエールドゥオビアスリー、ほとんど差がありません。ムーンウェーブ3番手、アマノアリエッティまだ動きません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオビアスリー、プレミエールドゥその後ろ、その外からはムーンウェーブ、ね、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。オビアスリー先頭、1馬身から2馬身のリード、ムーンウェーブ懸命に追いすがります。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。残り 100m、 ファー抜けた。2番手はオビアスリー、ファーゴールイン。2着にはどうやらオビアスリー、3着にプリマカルタ、勝ったのはファー、見事な勝利です。では行きましょう。特に、負けた理由は言われていない。さあ、いよいよドバイワールドカップ、アマノツボミ出てきます。2番人気、1番人気はやっぱり強いゲームオンリュード、厳しい戦いになりますが、どこまで迫れるか。ゲームオンリュード133に対し、アマノツボミは118しかありません。デルタ、ワイズがあたりですよね、人気はやっぱり。ゲームオンリュードを短期の逃げに持ち込ませてたくないが、引いてみる競馬をするしかないですね。やってみましょう。勝つか負けるかレースです。さあ名団競馬場で行われたドバイウィークもメインレース、ドバイワールドカップダート 2000m で行われます。砂漠に囲まれた名団競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。スタートしました。ポンと飛び出したのは天のつぼみ、ゲームオンデュード。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはゲームオンデュード、続いて天のつぼみ、さらにはカトマインローレル、1番
トーキングヴィンテージ、その後ろ先手を取ったのはゲームオンデュード。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。そして大きく離れてムーチョマッチョマン、この位置です。これに続いてロイヤルデルタ、アニマルキングダム上がっていきました。ピンクの帽子スラップディール、その後ろフラットアウト、それに続いています。すぐ後ろにエクセレントフット、その隣にレッドカドアイズダム、この馬もこのグループ最高方にリチャーズキッド、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番ゲームオンデュード、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、 G12 勝、天のつぼみ2番手を追走、少し間が空いてムーチョマッチョマン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ6番ゲームオンデュード、2番手は天のつぼみ、間を挟んでムーチョマッチョマン、3番手天のつぼみ、いい位置です。さあここからどうか、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゲームオンデュード先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード、あと 200m、 ゲームオンデュード意地を見せる。2番手はアニマルキングダム、この手応えはどうか。ゲームオンデュード差を広げる、ゲームオンデュードゴールイン、2着はアニマルキングダム、3着にワイズダン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。ここまで勝つんだゲームオンデュード。5着でした天のつぼみは。サックリューステークスにクラブが凱旋スマホ出走です。グリグリの一番に、レース行きましょう。中山3歳オープン特別伏流ステークス、なんと 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い、凱旋スマホ先頭、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はトロアボヌール、凱旋スマホ、この馬で決まりか。凱旋スマホ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はフォロワーボヌール、これは桁外れの強さだ。凱旋スマホ、そして日経賞です。お、リードさんだ。ビルシーナクラブはビルシーナとの一騎打ちかな。アマウトルースが一番人気となってますが、本誌本命はビルシーナに捉えている、一騎打ちムードとなっております。まあ、前線止まりが続いてるからな、アマウトルースも勝ちたいところだが、ダイジェストいきましょう。中山G2 日経賞芝2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノトゥルース、いい先頭、残り 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はネコパンチ、とてつもない強さ。アマノトゥルース今ゴールイン、段違いの強さです。2着はビルシーナ、3着にネコパンチ、まずは前哨戦を制しましたアマノトゥルース、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。春かな、距離持つのかな、持つんだったら出しましょう。交換距離はいらない。さあ毎日杯、天の地デジカー登場ですが、6番人気クラブは凱旋ドラガも出てきます。1番人気はラウンドワンじゃない、ラウンドワールド、もしオメガ戦阪神となっているのでちょっと厳しいな。フォルテラが出てますか。地デジカはこのままでいきますか。先頭はダイジェスト中山 G3 毎日杯、3歳限定芝 1800m です。
さあ、いよいよ直線の攻防。ライジングスイーズ先頭、リードは1馬身から2馬身、サイモン・ラムセス2番手、手応えはどうか。内から凱旋ド長尾、残り 200m を通過してラウンドワールド追い上げてきた。ラウンドワールド抜けた。2番手は天の地レジカ、先頭はラウンドワールド、1着でゴール。2着にはどうやら凱旋ド長尾、3着に西雲ファンシー、1番人気に応えました。ラウンドワールド見事です。で時間4着、クラブは凱旋ド長尾が2着に入りました。そうなんだ、差しだったのに前に位置しちゃったんだな。そんなに気にしてませんけどね。マチステークス天のグルー1番人気、クラブは3頭出てますが、こちらはちょっと下位人気にとどまりそう。天のグーがグリグリです。最高はローマンレジェンドとなっておりますが、メテオドロジストも出てますね。ダイジェストいきましょう。中山 G3 マーチステックスダート 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。あと 200m、 ローマンレジェンド意地を見せる。天の具手応えは十分だ。ローマンレジェンド先頭、2番手は天の具、ローマンレジェンド、ローマンレジェンド1着、2着は天の具、3着にキングスエンブレム、見事に勝ちました。ローマンレジェンド。高松宮記念です。1番人気クラブ馬のロードカナドは2番人気鶴丸レオンとなっております。3番人気がフサンムーン、クラブ馬がファリナとも出ておりますね。見てみますと、ロードカーはグリグリですね。何だと悪くないような気がするんだけどな。ツルマルレオン、ラッシャーゴー、ハクサムーンかな。前に行く馬が多いですね。連日戦になりますね。レース行きましょう。中京競馬場春の G1 高松宮記念は芝 1200m 大馬場で行われます。果たして、この短距離戦どの馬が勝つんでしょうか。さあ、 G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ、最後は大外枠のマルセリーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはロードカナロア、綺麗なスタートを切りました。 G1 3勝ロードカナロア行きました。これに続くのがハクサンムーン、先手を取ったのはパドトロワ、その外にシルポート、名勝バード、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてパドトロワ、2番手はロードカナロア、これは絶好の手応え、シルポート。3番手、さあロードカナロア前を捕まえられるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。
先頭はロードカナロア。これはちぎれた。白山ムーン必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m。 2番手はドリームバレンチのロードカナロア。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はドリームバレンチの、3着にグランプリボスロードカナロア。素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。ロードカナロア勝ちました。当然生産馬です。この4頭が登録ってことか。維新、アベンジャー、そしてミッキーアイル、キャバタンが出てきますね。いいえ、はい、ヨーク誕生です。シーキングザパール13が流れ星来ましたね。本当にね、流れ星って意外となんか流れ星同様早熟気味な予感がする。評価額がエアグルーヴ13がトップ、なんと10億近い、9億、ミカのみ20はある。うまくハマってくれるといいんですけどね。どうなんだろう。ね、分譲で誕生した分もありますけどね。丈夫はいいんじゃないでしょうか。エアグルーヴはミカが20丸ですが、スピードがどうなんでしょうね。まあ万世であればいいんですが、丈夫なのは嬉しい。次です。流れ星をトゥーザビクトリーだけど、ミカのみ丸ってダメじゃん。なんかの間違いじゃないのこれ。何が流れ星なんだ。あ、これはダメだ。スピードとか全然ないだろう。この印はひどい。
嘘でしょ。まあ、スピードはなさそうですよね。しかも、比較的早熟の可能性が濃厚だ。山のなっちゃんも、毎年いい馬出してくれんのにな、山のなっちゃん。でも、みかんのみの20丸ですね。秘書は20丸つけてます。でも、せめて、カッパギさんはいいから、牧場長はつけてほしい。健康とかサブパラに影響するしね。これは牝馬か。丈夫なのはまあ何よりですが、それならなんで牧場長につけないの？六甲堂のこれ万世馬なのか、この馬。次です。世界に花。あ、これはいいですね。この世界に花がカッパギミカ20丸で、牧場長丸ということで、しかも丈夫って言われてるんで、これも牝馬か。主力として走ってくれるんじゃないかなと思います。人は？何これ？ルーズリンドってどんな馬だっけ？ミスプロの3対4なんですよね。パワーとかもあるから、いろいろ、スピードはすごい馬出てきそうだよな。あと、流行に乗った馬ですよね。しかもね、後ろは霊彩がすごいついてる。イクノディクタスだからな、この系統って。世界に放って。めちゃくちゃ面白いじゃないですか、イクノディクタスの。がずっとここまで作って、しかも母父天野一郎ですからね。で、父エルコンドルパサーすごいな、これ面白いな、めちゃくちゃ面白い。あ、マカヒキ誕生ですね。マカヒキ走ってくれるんでしょうか。あ、走るだよな、シーツ馬だから。走らないってことはまあないと思う。まあこれも丈夫ですよね。父ディープインパクトさん。世界に花まで見たね。ブエナビスタ。あ、これもいいじゃないですか。カッパギミカとも20丸。母ブエナビスタ、父がローマ。ローマ。面白いけどな。まあ面白そうですよね。牝馬ですね。次です。ゼニアッタ。父が天野ノートレ。ノートレなんだ。あ、です。ノートレ。ミカのみ20丸か。スピード値にやや不安を持ってますね、この馬。これも牝馬。牝馬多いな、欲しい。丈夫。本当に丈夫な馬多いよな。岡田さん。岡田さんの方針じゃないけど。で、ダイワスカレットもカッパギミカ20、両方とも20丸。これは楽しみですね。これも丈夫。丈夫しか見ない。ユーソナです。お？カッパギミカとも20丸。父はなんとバンブーメモリーか。あ、牝馬か。オス馬ならな、バンブーメモリーの光景とか面白そうだな、とか思ったけどな。いやいや、万世気味なんじゃないでしょうか、フューソナは。なんかそんな予感がします。ファイルはすごいな。この3台いったら霊彩がつきまくってるもんな。霊彩ついた方がいいのかな。
冬空だったよな。そう、冬空、椿。椿は父スペシャルウィークとなっております。父スペシャルウィーク、母父グラスワンダー。母の母がスカーレットブーケ。あんだけ、ああ、それだけカッパギがちょっと落ちちゃいますよね。ニカは二重丸。なので、どっちかというとサブパラ系か。これも牝馬です。牝馬多いな、ほんと。続いて、アマノハウルです。カッパギ、ニカとも、丸ですね。アマノハウルは。ちょっとやっぱり今までの有力馬と比べると見劣るのかな。これも牝馬。スピードをつけまくったんだけどな。なんとか残ってほしいな。まあ、繁殖には上がれるでしょうけどね。次です。天の小泉となっておりますが。うん。これも牝馬か。これも父、バブメモリーとなっておりまして、母父がベガ。すごいな。オグリキャップ、メジロラモーヌ。トニービンとかついてるのな。いろいろもう、ごちゃ混ぜですね。小泉。はい、次行ってみましょう。片野春日です。春日はどうなんだろうな。あー、ダメっぽい。で、まあ、売却かな。オス馬だけどな。山のジュピターです。これはいいんじゃないかな。両方二重丸。牧場長丸ついてますね。おっと、この馬、期待の両欠馬ということで、むしろこっちの方が期待できる感じですよね。さっき言ってた、トゥザビクトリーはそんなに良くなくて、むしろこっちかな？それにやっぱり数少ないオス馬ですから、そういう意味でも、期待が集まりそうですね。なので、この馬は絶対走らせますよ。父バーミリアンっていうのも面白いじゃないですか。もう初音ミクもいいんじゃないでしょうか。今年あたり、これもオス馬ですね。お、これも両欠。まあ、ただ、両欠馬言っても、新聞手を書いてようと、まあ、母父がヒシアマゾン、母の母がシアゾン、ミスプロが入ってたり、ですけどね。ルドルフって吉祥難持ってんだ。嘘だろ？東海帝はダブル勝負根性なんだ。
まあ勝負根性で、乗り越えてほしい感じはしますね。瞬発力は、2台前は瞬発力で、1台前は勝負根性っていうのが面白いよな。3台前パワーで、また霊才もついてるし、まあスピードだよな、この初音ミクの問題点は。もしかしたらスピードが足りないっていうケースが出てくるかもしれない。では次、ふさいちパンドラ3区か。父がマインシャフトですね。あー、ダメっぽい。これはちょっとないな。サーチパンドラ。丈夫ですね。普通だな。で、マカヒキも丈夫としか言われてない。で、もう一つ手術場がいます。メジャーエンブレム。丈夫って言われてます。これは、吉野ファームで生まれるはずのところを引き取った感じですね。むしろさ、海外一切洋服で買うよりも、母親ごと買って産んだ方がいいんじゃないかな。メジャーエンブレム、これもなかなかいい。カッパニア二重丸なので、サブパラが果たして大丈夫なのかって心配ありますが、最初から大舞台ボバ混合スタートがついてるんですね。これ多分シーツバのメリットなんだろうな。あ、この2頭が高価格最低レベルなんだ、びっくりした。以上ですね。今年なかなか、まあ、丈夫なのもいいし、期待できる馬が集まってるんじゃないでしょうか。特に、自分はこの天のジュピターに注目ですね。圧倒的には小泉もめちゃくちゃ面白そうなんだけどな。育てたい感じやな。あと、天野なっちゃんも相変わらずっていう感じかな。でも3区だからな、天野なっちゃん。まあでも天野なっちゃん毎年いい洋服出しますからね。めちゃくちゃ期待ですよ。スペシャルウィークなんだ、天の椿。これもすごいな。スペシャルウィーク、サンデーサイレンス、グラスワンダー、スカーレットブーケ、もちろんノーザンテイスト、マルゼンスキー。で、瞬発力、勝負根性、両方がついてて、サンデーだから。で、グラスワン、あ、ごめんなさい。グラスワンダー、なんだ、グラスワンダー、天のつぼみやスピード、スタミナ系なんですよね。あ、あーでも3台だったら結構20万がついたりして、フィルトゥーリーズン、断軸、ノーザンラッサか。ローマンっていうのはどうなんだろうな。まあ、丈夫としか言われないからな。ずっと見ていきたいな。これもエルコンドルパサーです。やっぱり、父が天野一郎なんで期待したいですよね。このディクタスとか。
タのインゴットの血も入ってるし、守りたいですね。さあ、大阪杯関東。ちょっと短いですが、この週までかな。海外は2頭ですか。ブラックキャビアと天野 AKB。パノニッキーとスキュー、宿体スレプリ。大阪杯の展望です。王道路線開幕オールラウンダー、このブルーレイがトップ。どうですか、ジャスターウェイとかも見ますが、ダントツ評価は天野ブルーレイが受けております。いいんじゃないでしょうか。あ、そういえば3月、あのこれつけるのを一つ忘れていた。競争馬見てみよう。ニューヨーク使ってみる。いいな、いいな。天のつぼみ使ってみるか。ダメだ、放牧してるからダメなのかもね。ブルーレン投資アップか。あんまり美味しくない。ちょっと投資大事なのは分かりますけどね。ちょっと調子落ちてきた。今週か。ラピスタがいいんじゃないでしょうか。で、アラフォーは、ブルーレイが大阪杯。ブルーレイあと2勝なんですよね。なので、これで疲れ止まるんだね。よし、あ、投資のみか。投資はいらんし、結構調教師ぐらいだろうな。あまり使える要素はない。エコノリは投資ばっかりだな。戦力そんなに上がらない。投資ダブル掛けしどうするの。カレンちゃん精神力がちょっと低いんですよね。なんでなかなか海外となると苦労する。とはいえもうね、あの金札なんで無理する必要はないです。 iPhone 調子悪いな。まあ調子上げないとダメだろうかな。まあとはいえ受賞だからな。大丈夫だよな、そばにいるのは。地方交流住所は勝ってないから大丈夫です。グーがアンタです。で、オルフェーブルは高松。なんで、いや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 。ちなみに4月は3週あんまり旨味がない。新フラッシュいるんだ。パンとか、パンとか。低音がいるから、ここかな。
出すとしたら、やろうじゃないの。ツイッターもそうか、マイナーの電波か。スピードは全然なかなか上がらないよね。スピード上げると思ってなかったっけ。育成、投資、スタミナ、全然上がらないよ。フィッツは勝負根性出発力がダメなんで、物質を上げようとしてます。今ならあと3勝3勝ですね。なんで勝てるレースに出て実績を上げたい。だから加減賞って結構強かったんだ。いや、ここはやめとこう。山ガール出さずにこっちに逃げよう。こっちでもいいけどね。ステファニーズキッズもいいのか。アパートが強いけどな。あーでも無理かな。今の山があるじゃん、無理だわ。逆に、だからオルフェーブルが、こっち、豊かで挑みましょう。山ガールが、5勝か。が金メダルです。年俸が確かに分からない。年俸図も分からない。今年はもちろんこれで、でも一郎を出したいな。本命まあでもゴルシってまだだよな。なんで一郎出すと面一郎じゃないわ。ニコニコ出すとめんどくさいことになるので出さない。ゴルシシフトを聞きましょう。ミザルは金庫賞を勝ってるんで、ここが本当に大事です。金庫度が低いんだなぁと。柔軟性が低い。はやぶさ、これなウィンポー的には勝つことが最大の育成になるから、正直健康を上げてもそんなに意味ないんだよな。っていう女はこれで金札獲得した。 ATB は5勝。なんとかここ勝ちたい。楽なレースで勝ちたい。でアリエッティはビクトリアマイルで挑みます。今3勝です。アリエッティ覚醒なんで焦る必要ないですからね。放牧したんだか。両方スプリームカップ。トラクターがオアシスか。オファのリッキーは、プロリアダービーを勝って、さらにアーカンソーダービーへと挑みます。もう5勝してますから、あと3勝です。ドラマでしょうが、まあ、そうだろうかな。コンタが、アーバ賞で、重賞初制覇。アンドロイドが、いやー、どうかな。厳しいと思う。やめとくか、アンドロイド。あと、ダートもいけるんですよね、この。また考えて、ここに出しましょう。
ジェカさんより小クラスかやり直し。それも調子いいな。だまあまだ2勝だけどね。丸森も行きます。丸森は時間取ってない。クラゲがアイコミュアイコカプカ。アイコ用はまあまあ慢性だからな。で、この辺4頭を両対応か戦はまあまあいいでしょう。2試合カード下ですね。こちらはアベンジャーも、あ、これ、ダートって言ってるやん。ダートに出さないとダメですか。じゃあ。わからなくなるからな。これ芝なんだよな。あと短距離戦しかないのか。小男子短距離戦しかない。これ色で分かれてるな。本当に、全然ないな短距離。あと本当に今でもそうなるともう出すしかないですよね。でキャワタンも芝、アベンジャーがダートか。強かったな、ゲームルール。24勝まだ6戦しかしてないのかな。まあそうか。うん、最上位。21歳で長期遠征ってすごいな。ジャスタウェイなんですね。まあそうだよな。ジャスタウェイ前走は203周の G2 で京都記念だな。じゃあ行きましょう。ネクスト。TJ スミスステークス、ブラックキャビア出走。ブラックキャビア1番人気。
37ですね。すごいな。レース行きましょう。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 TJ スミスステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。チャートマフィン好スタートを切りました。デジタルサウスジェット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくデジタルサウスジェット行きました。続いて前へ行くのはチャートマフィン、さらにはジャッジフロード、4番オールトゥーハード、その後ろデジタルサウスジェット先手を取りました。フライトファーロー、それに続いています。少し離れてジュードブリッジ続いています。緑の帽子ブラックキャビア、いい位置につけました。その外にプレセリソウル、並んで栗色の馬体ネームブライト、グリーミングコメディ、このままもキャビアは中段、ここで一気のスパート、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。先頭変わってブラックキャビア、ね、残り 200m を通過して後続を大きく引き離しました。2番手はオールトゥーハード、ブラックキャビア、この馬で決まりか。ブラックキャビア独走、ブラックキャビアぶっちぎりです。2着はオールトゥーハード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブラックキャビア、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ギュイーンって伸びて3コーナー4コーナー手前からギュイーンと伸びてきましたね。これで連覇達成です。続いてクイーンオブザターフステークスに天野 AKB 出走、こちらも一番人気となっております。134、すごいな。モアジョイナス、ビルドレッド、まあ楽ピークだろうで、楽ではないね。相手は他見る限りはこの辺がライバル馬ですね。ではレース行きましょう。ロイヤル&ウィック競馬場 G1 クイーンオブザターフステークス、牝馬限定じゃないかな、芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとスイングカバー遅れてしまいました。さあ果たして何が行くでしょうか。タプローナース、前に行きそうです。モアジョイアス、それに続いています。さらには天野 AKB、 無敗のアトラクトアイズ、その後ろ先手を取ったのはモアジョイアス、これに続くのがジュリエコーン、イルドレッド、そのうちに続いています。その隣にスワラージイレブン、スタイル&トレイル上がっていきました。すぐ後ろにハイエストナレーター、青の帽子リーナーミスリル、その後ろここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はアトラクトアイズ、2番手はモアジョイアス、天野 AKB、 いい位置、安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアトラクトアイズ、天野 AKB、 2番手、その隣からはモアジョイアス、間が空いてリーナーミスリ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。先頭に泳いでた天野 AKB、 後続とは3馬身以上さらに突き放します。大丈夫だ。残り 200m を通過して2番手はモアジョイアス、後続は大きく離れた天野 AKB、 ましたゴールイン、段違いの強さです。2着はモアジョイアス、3着にタプローナース、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野 AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。
久しぶりの勝利じゃないかな、AKB。ようやく6個目、あと2つ。取れるかな？絶望ターキーと天野なっちゃん。すごいな。ダービー級チャレンジトロフィーに比べは凱旋クオリティ2番人気。1番人気はリアルインパクトで。ですね。あと、ストーングリターン。テーマスイクラも出走。前に行く競馬でなんとか頑張ってほしいが、リアルインパクトも詰まるだろうな。ダイジェストいきましょう。中山 G3 ダービー級チャレンジトロフィーは芝 1600m をマイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。凱旋クオリティ、先頭だが200m、 先頭は依然として凱旋クオリティ。リアルインパクト抜けた。2番手は凱旋クオリティ、先頭はリアルインパクト、1着でゴール、2着は凱旋クオリティ、3着にコスモ大空、1番人気に応えましたリアルインパクト、見事です。山、カブト山さんにやられましたね。さあ、そして大阪杯です。さあ、大阪杯登場、アマノフィッツはじめ3頭が出走。1番人気はやっぱりジャスタウェイですよね。アマノフィッツが2番人気、アマノブルーレイ3番人気、アマノミーダウが5番人気。クラブはもな、ジャスタウェイの他にホエールキャプチャー、凱旋アートアート出ておりまして、ホエールキャプチャーが4番人気となっております。ジャスタウェイグリグリ、フィッツが単独ですが、ちょっと厳しいか。お、なんか逃げ馬がいない、前に行く馬いないな。ブルーレイ行かせてみるか。ホイールキャプチャーだろうな。ではレース行きましょう。春の中距離王決定戦、阪神競馬場 G1 大阪杯、芝 2000m で行われます。ジャスターウェイに所有は3頭挑みます。ジャスターウェイグリグリですが、果たして所有馬が破ることができますでしょうか。春風香る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯、まもなく発走です。さあ、最後は大外枠のダークシャドウ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。ジャスタウェイ、前に行きそうです。アマノブルーレイ、それに続いています。さらにはダークシャドウ、前哨戦の勝ち馬アマノウミザル、その後ろアマノブルーレイ先手を取りました。その後ろからはホエールキャプチャー、凱旋ウワクマ、そのうちに続いています。すぐ後ろにオーシャンブルー、内からはフェデラリスト、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ジョアドビーブル、すぐ後ろ、その外からダノンカモン、内からはタッチミーノット、アマノフィッツ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。その外にレインボーダリア、内からはトランスワープ、
セイクリッドバレー、それに続いています。しんがりからトーセンラー、1000メートルを通過、ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。このあたりで先頭が変わりました。天の海猿、2番手は天のブルーレイ、3番手にジャスタウェイ、絶好の手応え、ジャスタウェイ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は天の海猿、そんなことない、そう詰めてきたぞ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った天のブルーレイ、外からジャスタウェイ、しかし残り 200m、 さあ先頭は今度ジャスタウェイ、2番手は天のブルーレイ、ジャスタウェイ、先頭はジャスタウェイ、ゴールイン、2着は天のブルーレイ、3着にホエールキャプチャー、ジャスタウェイ、1番人気に応える見事な G1 勝利です。残念ながらジャスタウェイを破ることはできませんでした。2着は天のブルーレイでした。海猿はロース、え、ブルーレイ相手ロスなの？ブルーレイ惜しかったな。特にフィッツがダメでしたね。前が止まらなかったのかな。やっぱりもっと積極的に行かせるべきだったか。まあ、ジャスタウェイも積極策だったから仕方ないですよね。さあ、桜花賞の週です。トレブと天の丸森。海外は天のラキスタが出てきます。まだ4勝ですが、ここから勝ちを積み重ねれば。今度オープントゥーハートもライバル関係、桜花賞です。桜舞う可憐な戦い、2歳女王トレブだ。トレブ一強か。買ってきた馬だけに、あ、だけにな。トレブ。これ10以上も持つことできるんだっけ？今何も言われなかったよな。終盤です。オスシューレーヌがハープスター買ってますね。このスシューレーヌちゃん、ハープスターに期待しているということですね。お嬢様、兄ちゃんに自慢するの？ニーヤンに自慢。これは仕方がない。うん、いいですね、淀川さん。お、お姉さんですね、会議は。あ、そう、医者だからな。エリカ。欧州の深い芝か。まあでもまだまだこれからです。ハイエンなんかも買ったばっかりですからね。もうロードカラーノアがすごいな。1063、なんだこれ、ボロボロだな。アメリカの芝か。アメリカの芝っていうのはまたなんかねえ。でホイールキャプチャーです。ホイールキャプチャー大阪杯出てましたね。お、凱旋ワイルド、アーモトさんが3と持ってる、モンボクさんがソラマチを、
坂さんはボロ儲けですね。当選冗談。ジャスタウェイ。うわぁ。注目されてないシュババの子供って一致するんですよね、解釈がね。みんな稼いでます。総合力に優れた馬って何だろう。やっぱりたくさんやっぱり引き上げたいですよね。14番目か。エアグループって何歳だっけ。リオンディーズだ。よしの大暴れすぎだろう、ね、チーズメイヤー4ゲーツぐらいだもんな。佐藤ダイヤモンドとかな。地獄のノーザン。昔はやっぱりトレブですよね。スポモデル。ニュージーランドトーフィーはインパンスヒーローか。出す馬いなかったな、そういや。ということで、今週はここまでか。あとは、前走にて、終わります。ブラックキャビアは安田記念は長い。安田記念じゃないです。あ、これはいけんじゃないかな。ただな、メンバー軽ければそっちに出したいですからね。ダートだからダメ。あ、なんかすごいな。潰しに行きましょう。行くよ。で、安田は出ずですね。次はまた考えましょう。AKB は、いやー、10月以来の勝利か。これであと2勝です。海外ばっかり実績上げてんな。精神力とかも高いですから、総合力はいいと思うんですけどね。高田さん、距離は大丈夫なんだけどな。でも、こんなレース出てる場合じゃないです。状態は？ステファニーズキスンは強いよな。あ、でもここが初めてのあれだったんだ、ステファニーズキスンって。あ、でもこれからどんどん強くなっていきますね。どんどん強くなる。でもそれだったらもう挑むしかないよな。 AKB もだろうじゃないですか。あ、いや、菊永じゃダメだ。そしてブルーレイは帝王賞。帝王賞？帝王賞なのかな。まあ帝王賞でいいんですけど。惜しいよな。伸びきれないよな。全然勝ててない。ここら辺か。まあ iPhone いるけど、でも iPhone に
アイモンは金札だからどいてもらうことも可能。まあでもポイントオブエントリー出てるからな、まあ、この1頭だけなんだけど、マリトミオン取ってるから勝てないよな、まともにやって。このチャンピオンマイルはドンカスターマイルを取ってる。なのでロッキンジかエスパンショーかどっちがいいのかってことですね。ロタソウルか。一応ここ登録はしとくけどっていうところじゃないでしょうか。あのメンバーを見て判断しましょう。で海猿ですね。味方大将軍。あ、ちょっと疲れが。いやー、無理だろう、新潟大商店。ちょっと厳しいですね。6月、ちょっとここは回避して6月行きましょう。ナルオ記念。で、フィッツが6着、惨敗だったですね。しこさが低い。柔軟性も低い。とりあえず客室もあんまり良くない。あんまり良くないかな。まあ、中山記念は勝てたんですが、G2 の壁に今引っかかってる感じですね。5月の3週ぐらいからかな。ダメなんで、コパのリッキーがしっかり勝ってくれましたので、赤楚ダービーも期待しましょう。オルフェーブル、オルフェーブルどうしちゃったんだ。厳しいな。まあ、放牧してから考えるしかない。とはいえ、ガネーショー出すって言ってるよな。でも、いいのかな。アリティア・ビクトリア・マイ。ホワイトアフは残念ながら敗れてしまいましたが。で、つぼみは初期ね。ブルースは、ビクトリアマ、うん？ビクトリアマイル本当にそれでいいのか、トゥルース。メンバーしたいな。電球ヨーナはかぶっちゃってますね。これジョッキー変えましょう。電球ヨーナも金札だし、パーダ機種でいいんじゃないかな。うん、別にかぶることもないしな。他かぶってるジョッキーはないことを確認して、ここまでとしましょう。今回これで終了です。ウィーニングポスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。
ツイッチで配信をお届けいたしましたツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画のアーカイブ YouTube に配信予定です。2日後28日21時頃にプレミア公開いたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブアップロード2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。はい、そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ですね、今晩は、明日はですね、おそらく、キャプテン翼2をやると思います。まあシティーズスカイラインと迷ったんですが、キャプテン翼2やらせていただきます。そして今晩、BGV、A 列車で行こうになるか、もしくは何か他のゲームになるか、まあお待ちください。多分 A 列車やると思います。ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。